257系5000番台が特急踊り子として運行されました。JR 東日本は今日11日 E257系5000番台による特急踊り子51号、56号を運転しました。緑の E257 系が特急踊り子として営業運転に就くのは今日11日が初めてとなります。特急踊り子は東京駅と伊豆急下田駅、修善寺駅を結ぶ特急列車です。1981年10月に運行が始まりました。列車名の由来は川端康成の伊豆の踊り子にちなんでいます。現在は E257系2000番台、2500番台によって運行されています。今日11日は冬の臨時列車として運行される踊り子51号、56号に E257系5000番台が充当されました。波動編成である緑の E257系が特急踊り子として営業運転に初めてついたこととなります。多客輪として東京から伊豆急下田間を走行しました。51号が東京駅を7時30分に発車し、伊豆急下田駅には10時12分に到着しました。56号が伊豆急下田駅を15時23分に発車し、東京駅には18時19分に到着しました。E257系5000番台は、踊り子51号、56号として、2月11日から26日の土休日、踊り子53号、60号として、2月20日から24日の平日に運転される予定です。これで、2月11日の KAB ニュースを終わります。